しくお願いします。うーん、今日はちょっとすっぴんなのででも年の初めの大事な配信だと思うので、ちょっと遠くから配信しますちょっと遠目から配信したいと思いますなのでメガネです。でもこのぐらいの距離感いい感じ。なんか皆さん100通届きましたか届きましたか。あと1個、100通目まだ。あら、じゃあもうちょっとしたら届くはずですまだかそうかそうか。そう、ねえ皆さん、じゃないやメール100通ね、皆さんありがとうございました。本当にね、今年はなんだか移動中の4時間の間に結構もういいところまで集中して送れたので、そういい感じのペースだったと思います。うん、そう、すごいメールでいろんな目標を言ったんですけれども、うん、そう、どう思いましたかどう思いましたかというか、すごい、そう、皆さんびっくりした方とかもいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、そう、いろんなことにチャレンジ、なんか2020年は、いろんなお仕事に挑戦する、できる、したい年にしたいなと、ちょっと日本語があやふやなんですけど、したいなと思っていて、なんかそうですねメールではいろいろ目標を言ったんですけど、今まで言ったことない目標で言うと、写真集を出したいとか、女優さんのお仕事をしてみたいとかね、いろんなお仕事に関しての目標も言ったし、あと皆さんといっぱいいっぱい笑顔で過ごしたいし、いろんなことを共有したいしっていう目標もあるし、なんかもう、100通目来た？はい、100通目届いたようでよかったです。なんか自分の可能性とかを、自分の限界を決めないで
いろんなことに挑戦するような年にしたいなって思います。なんか2019年は本当にすごいアイドルとしてたくさんいろんな経験をさせていただいて、自分の中でもびっくりなこともいっぱいあったし、すごい皆さんの応援のおかげで、その応援してくださっているおかげでたくさんのことが叶えられた飛躍の年だったなと思うので、今年はねでもなんかまだまだだなって思う部分もいっぱいあるので、なんか何て言ったらいいんでしょうかね、そう紅白そうなんかね、そうね、皆さん見つけられましたかそう自分でもどこだって思うぐらい、後で動画見たんですけど、すごい出演させていただけたのはめちゃめちゃ嬉しいし、すごいありがたかったんですけど、そうめちゃめちゃ嬉しかったし、すごい感謝なんですけど、うん、そう、でもいつかは皆さんにすごいこうやって見なくてもあ、いるって思ってもらえるような場所に行けるように頑張ります、うん、今 20% ですって言われちゃった、ごめんなさい、充電さしますね。2020年は挑戦の年にします挑戦するぞー、おー、皆さん2020年も石田から目を離しちゃダメですよダメですよ、楽しみながらいろんな新たな挑戦をして、石田優とか石田千穂のことをいっぱい知ってもらえる、いろんな人に知ってもらえる一年になったらなと思います。うん、なんかすごい熱い気持ちだからなんかうるうるします、うん、頑張るぞ、頑張るぞ、頑張るぞ
ので皆さんこれからもよろしくお願いします。そうですね、まずはソロコンを成功させれるように頑張ります。皆さんソロコン一般受付中です、よろしくお願いします。後でツイートしよう。2020年は今までもすごい本気だったんですけども、今まで以上に本気になれるように頑張ります。あ、これはタワーですか？この大きいクマのどなたでしょうか？ん？ん？どなただ？ああ。あれ？見つけられない。どこだ？うん、ありがとうございます。コメントで教えてくださった。下手スーツにネクタイさん、ありがとうございます。これ、え？これさ、2種類あるよね。なんかちょうど見えん。このクマが帽子かぶってるやつとクマの持ちのやつ。にょん。どちらがどなたで、どちらが下手スーツにネクタイさんでしょう。どういたしまして、うん、ありがとうございます。と殿下会さん、うん、ありがとうございます。下手さんはどちらを投げてくださいましたか？ごめんなさい、聞くスタイルでちょっと見つけられなかった。これなんかこのクマが何をしてるのかもちょっとあんまり見えない。下手さんが門松みたいな。下手さん門松、ありがとうございます。じゃあ帽子の方、お、下手さん帽子の方ありがとうございます。帽子、帽子ない。帽子があったらかぶろうと思ったんです。じゃあ帽子がないので、帽子がないので、帽子がないので猫。ありがとうございます。下手スーツにネクタイさん、帽子もどき。猫ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。下手スーツにネクタイさん、ありがとうございました。あ、ボッサボサですね。あとは殿下会さん、殿下会さんはあ、ボサボサになっちゃった。殿下会さんは
このお餅ですか？じゃあお餅みたいなやつ。お餅。じゃあ電化会さん、お餅ということで、じゃあ電化会さん、お餅タワーありがとうございます。お餅ありがとう。 ありがとうございます。もう一人いらっしゃいますか？どなたですか？ある？あ、これか、通常のやつですか？どなたですか？竹蔵さんがタワー、竹蔵くんさん、ありがとうございます、タワー。ノーマルタワー？クマがくっついてるやつですね。じゃあ、今日クマっぽい服。クマがくっついてる。クマがくっついてるタワー、ありがとうございます。ありがとうございます。で、皆さん、お正月からありがとうございます、本当に。ね、すごい見に来てくださっている皆さんも本当にありがとうございます。クマっぽい、そう、色がね、可愛いんです、これ。またタワーが、え、ありがとうございます。どなたでしょうか？クルタワー、クルタワーですね。この、どなたでしょうか？あ、おっちゃんさんですね。見つけれた、今。おっちゃんさん。クルタワーのポーズ3回目です。じゃあ、おっちゃんさんが来る。おっちゃんさんが来るタワー、ありがとうございます。おっちゃんさんが来る。ありがとうございます。ね、皆さんありがとうございます、本当に。ね、これがカチャカチャやっちゃう。ありがとうございました。2020年もよろしくお願いします。2020年はもっともっと飛躍の年にするぞー。おー。申し訳ない、ありがとうございます。何ですか？お城タワー？熊とお城タワー、どなたですか？ゆきさんがどれでしょうか？ゆきさん、お城タワー？ゆきさんとゆうやさん、お城タワーですか？2020タワー。なんかさ、タワーの種類ってそんなに多いの？ ゆきさん2020タワー。ゆきさん2020タワー、ありがとうございます。2020、ありがとうございます。そしてゆうやさん、お城タワー、ありがとうございます。お城、すごいダンスっぽい。お城タワー、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。6種類もあるんですね。ありがとうございます。風を持つはこんなのがありますね。ねえ、皆さん本当にありがとうございます。4807人の方々もね、見に来てくださってありがとうございます。嬉しいしだ。 嬉しいしだです。今日誕生日、エリアルマルさん、お誕生日おめでとうございます。
すごいなんかいろんな人に会っていろんな人におめでとうって言ってもらえる日ですね。なんかおめでとうございます。お誕生日、おたおめだし、明けおめだし、いい日ですね。おめでとうございます。でもあれですね、お年玉と誕生日プレゼントが一緒にされちゃいそう。じゃあもうお父さんと誕生日が一緒じゃけん、ケーキが1年1個少ないです。おめでとう。あとなんかお兄ちゃんもなんか誕生日がクリスマスに近いけん、ケーキがなんか合同みたいな時がある。そう、年によるけど合同の時とかありますね。そう、お父さんと誕生日一緒なんですよ。すごいでしょ。そう、今日はね、お年玉をいただきまして嬉しい気持ち、嬉しいですね。いつかこのお年玉を持ってお買い物に行きたいと思います。楽しみ。フォースの握手会の服とか、なんかバレンタインは可愛い服にするとか、お散歩服にするとか、いろいろなんか軽く決めてるので、その服を、握手会の服とかを変えたらなと思っています。お年玉、あとはお化粧道具も買う。お餅何個食べた？お餅ね、食べてないんですよ今年。なんかお餅そんなに食べる傾向ないかも。女子だな。せやで。そう。そう、今日はお寿司とかおせちみたいなのを食べました。おみくじもね、まだいけてないんですよ。そう、お寿司ね、なんか注文してたところに取りに行ったら、そう、仲良しの子がね、そう、そこ働いてるところでね、いたんですよ。なんかいないかなって思ってたら、そう、いた。1月1日からいるってすごいですよ。でもなんかそういう働いてくださっている人がいるので、ね、お寿司が食べられたのでありがたい。タワー、ありがとうございます。どなたでしょう。永井さん、クマがギュッてしてるタワーありがとうございます。永井さん、ありがとうございます。あきおめキュありがとうございます。なんかゆるい三つ編みだったけん、どんどんボソボソになっていく。あと5分ぐらい耐えろ、髪の毛。あ、そう、初夢ちょっと見ました。ユミリンと美容院に行ってる夢そう、どう？そう、でもなんかどんな夢、なんか結構見たんですよね。で、他にも登場人物がいた気がするんですけど、え、初夢って、あ、今日じゃないの？ん？
あ、初夢、今日見る初夢ですか？あ、初夢今夜？あら、そうか、どうだったですか？ん？ありますか？リアさん、何タワーでしょうか。ありがとうございます。すいません、申し訳ない。ありがとうございます。見つけられん。門松タワー。門松タワー。門松タワー、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そう、皆さん本当にありがとうございます。じゃあ今日夢を見たら、今日はナスの夢を見ようと思っているので、ナス の夢を見ようと思っているので、ね、ナスのことを考えながら寝ようと思います。ありますよね、なんか。あ、富士。そう。1富士、2富士、3ナス B みたいな。そう、それそれそれ。ナスしか覚えてなかったです。1富士、2富士、3ナス B を見てみようと思います。はい。ということで、じゃあ、もうそろそろ時間なので、お礼をしていきたいと思います。と。20位、ポリゴン、ふーちゃん推しさん。19位、北谷さん。18位、長井さん。これ反映されてないですね、タワーが。でも時間がないので一応読みます。17位、つっちーさん。16位、よしまるさん。15位、よすいえんさん。14位、おかちゃんさん。13位、デブニャンさん。12位、きりとりさん。11位、こうちけさん。10位、ふっくん。いちおしはちほんぬさん。9位、かずきさん。8位、岡山オレンジさん。7位、しんやさん。ラッキーセブン。ラッキーセブン。6位、竹蔵くんさん。5位、ゆうやさん。4位、下手スーツにネクタイさん。3位、おっちゃんさん。スリー。あ、今変わった。間に合うかな？ちょっとダッシュで読みますね。まさともさん、よす、いえさん、ポリゴン、ふーちゃん推しさん、よっしーさん、きたえさん、おかちゃんさん、こうちけさん、ふっくん、いちおしゃ、ちおんなさん、デブニャンさん、きりとりさん、岡山オレンジさん、かずきさん、しんやさん、たけぞうくんさん、下手スーツにネクタイさん、おっちゃんさん、100通ありがとう、電化会さん、永井さん、ありがとうございます。2位、ゆきさん、つー、つ。そして、第1位は、久々の、家なのの久々のリコーダーですね。ゆいやさん、ありがとうございます。感謝の極みです。イェイ。ありがとうございます。皆さんも本当に今日はね、30分ちょっと短かったんですけど、すいません。いっぱい来てくださって皆さん本当にありがとうございました。6391人の方、ありがとう。じゃあ皆さん今日はね、富士山と、鷹と茄子の夢を見ましょう、一緒に。あと石段の夢も見てください。100通も皆さん本当にありがとうございました。おやすみと、今年もよろしく。バイ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 、ありがとう。